カンムリズル族は、長光鶴木鶴下に属する族。本族のみで、カンムリズル赤を形成する。模式種はカンムリズル。アフリカ大陸全長95から100センチメートル。全身は、海国色の羽毛で覆われる。口頭に、気褐色の羽毛が伸長する。後首や胸部は、長い羽毛で覆われる。大雨服は白い。静止時に三列風切りは、おハを覆わない。 風切り派は徐々に生え変わるため年間を通して、飛翔できない期間がない。自列風切りや三列風切りの色彩は、赤葛色。目先や顔、喉には、羽毛がなく皮膚が露出し、喉には、肉水がある。くちばしは、やや短い。鼻光は、楕円形。期間は曲がりくねらない。卵を覆うからは、単生色一色。鶴からいでは、原始的な形態を残している。 分類群と考えられている。ホウジロカンムリズルをカンムリズルの足とする説もある。湿原、地消、河川、農耕地などに生息する。中高生。批判食器には大規模な群れを形成し生活する。食性は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、甲殻類、爬虫類、小型哺乳類、果実、種子などを食べる。 獲物は地面を叩いて飛び出したところを捕食する。繁殖形態は卵生。草を積み上げた、塚状の巣を作り、1回に2から4個の卵を産む。死有交代で放卵する。害虫や蛇を駆除するために飼育されることもある。逆に農作物を食害する害虫とみなされることもある。ありがとうございます。